ぜひいらしてください。おじいちゃんも喜びます。ロシュー先生に会えるなんて感激だわ。よかったわね、お姉ちゃん。あ、ええ、モデルやらないかって。私も言われたわ。もちろん断ったけど。私は言われなかった。監督よ、女癖が悪いんで有名なの。包帯？あれは昨日ちょっと。どうしたの？私に変なことしようとしたから、つい。そんなことしないわ。私の足にあざができたら困るもの。小手よ。お姉ちゃんの小手強烈だもんね。あばら行っちゃったんじゃない？ちゃんと手加減したわよ。家が道場だからね。お姉ちゃんは師範なの。私道場で試合やって勝てなかったのお姉ちゃんだけだもん。やあね、昔の話よ。確かにインチキ臭い人たちね。会社名なんかニュービーズだし。違うわよ。うちの人間はマネージャーの笠村さんだけよ。ほら、一人だけ会社員風の人がいたでしょ。ちょっと腰入った人。主に写真やビデオの撮影をする会社よ。あのひげ生やしてるのが室沢って監督。カメラ持ってるのがカメラマンの新井さん。唯一の女性が主にメイクとか衣装を担当しているコーディネーターの矢野さん。一番若いのが AD をやってる朝倉さん。この4人がニュービーズから派遣されてる社員よ。ミレイさん、そろそろ再開します。はい、今行きます。じゃあ後でね。賛成。綺麗ね。来てよかったわ。よくいらっしゃいました。あなたがクロス君ですか。噂は真夜中から聞いています。会えるのを楽しみにしていました。私たち先生の作品全部読みました。新作が出るたびに楽しく拝見させていただいてます。いやー、どうもありがとう。あなたたちのような若くて美しい女性が私の本を読んでくれているのかと思うと、執筆にも力が入りますよ。うるさいわね。話はこれくらいにして食事にしましょう。遠慮しないでやってください。いいえ、いつもは洋食が多いわ。この子って根っからの金持ちなのね。ごちそうさま。
明日は船で遊びましょう。え、漕ぐって何のこと？太田さんに運転してもらうのよ。沖に出るの怖いな。私あんまり泳げないから。平気よ、大して揺れないから。あの子さ、知らず知らずに人を傷つけるタイプよね。私そろそろホテルに戻らなきゃ。ラピスって言うんだけど、いいとこよ。崖にせり出して立ってるの。来てもいいわよ。ええ、もちろん。これからマネージャーの笠村さんに迎えに来てもらうから、一緒に乗ってくといいわ。大丈夫よ、笠村さんは優しいから帰りも送ってくれるわよ。私から頼んであげる。私の車を使いなさい。君が彼女を送っていくといい。もう一台国産の 4WD があるんですよ。その車なら小さいし運転も楽だ。この辺りは山道だからその方がいいでしょう。お言葉に甘えちゃいましょうよ。今からマネージャーに迎えに来てもらうのも悪いし。そうしてください。じゃあ私マネージャーに断りの電話を入れてきますね。お電話お借りします。じゃあ行きましょうか。なんでって、お姉ちゃんの泊まってるホテルを見に行くのよ。ともちゃんはもともと来る予定だったのよ、マネージャーの車で。ロシュ先生って素敵な方だったわね。本当に。ケンちゃんもそう思ったでしょ。ねえケンちゃん、なんじゃそりゃ。まとまった予約がない限り営業しないホテルなの。旧道沿いにあるから本当に静かよ。着いたわ、ここよ。すっごーい、どうやって建てたの。20年くらい前、大金持ちの別荘として建てられたらしいわ。でもその持ち主が破産して売り飛ばされた後ホテルになったの。結構繁盛してたみたいだけど、新しい道ができて旧道沿いになっちゃってから誰も通らなくなって、どんどん寂れていったらしいわ。今では予約が入った時だけ営業してるの。ちょっと上がってかない？中から見た景色もすごいわよ。上がってく上がってく。へえ、豪華ね。お帰りなさいませ。どうもすいませんでした、急に夕食キャンセルしちゃって。いいえ、構いませんよ。妹たちを連れてきたんですけど、ちょっとお部屋を見せてあげていいですか。もちろんです。私、支配人の北川と申します。妹の西山智子です、よろしくお願いします。何もないところですが、ゆっくりなさっていってください。後でお飲み物でもお持ちしましょう。私たちすぐに帰りますから。まあそう言わずに、うちの紅茶は美味しいんですよ。あの北川さんっていう支配人、感じいいわね。でしょ、とっても親切でいい人よ。ミレイさん。あら、朝倉さん。
笠村さんからミレイさんが来たらこれを渡してくれって頼まれたんですけど。笠村さんから？何かしら。さあ、僕は渡してくれって頼まれただけですから。どうもありがとう。地震とか大丈夫なのかしら。20年大丈夫だったんだから平気でしょ。あれ、これどういうことだろう。どうしたの。さっき朝倉さんからもらった封筒の中に部屋の鍵が入ってたの。部屋ってこのホテルの。ええ、笠村さんの部屋のだと思うわ。どういうことかしら。やだなぁ。どういう意味よ。私が襲われたらどうすんの。そうだ、私もいいこと考えたわ。ケンちゃんが女装して笠村さんの部屋に行くのよ。こっちの方が面白いわ。お姉ちゃん、カツラ持ってる？撮影用のがあるけど。じゃあ大丈夫よ。二人とも背は大差ないから、お姉ちゃんの衣装着ればいいわ。カツラをかぶってメイクをすれば。私は構わないわよ。どうせ撮影用の借り物だし、ケンちゃんの女装も見てみたいし。じゃあ決まりね。私たち二人に勝てると思ってるの。ごめんね。どうする？自分の世界に入っちゃってるわよ。ほっときましょう。そう、笠村さん、ミレイです。どうして？まだ生きてるかも。死んだふり？
Thank you.